イブリン、ルーシー・コリアーは、イングランドの女子テニス選手。1920年代のイギリス女子テニス界を代表するダブルスの名手として活躍した。1924年のパリーゴリン女子ダブルスで、ドロシー・シェパード・バロンと組んで銅メダルを獲得し、全仏選手権とウィンブルドン選手権で二度ずつ、女子ダブルス準優勝を記録したが、優勝には手が届かなかった。 コリアは1921年から1927年まで7年間ウィンブルドン選手権に出場した。1923年のウィンブルドン選手権女子ダブルスでジョーン・オースチンとペアを組んで最初の決勝戦に進出したが当時の世界最強ペアだったスザン・グラン・ランエリザベス・ライアン組に3から6、1から6で完敗した。 翌1924年のパリゴリン女子ダブルスで、コリアーは、ドロシー・シェパード・バロンと組んで銅メダルを獲得する。二人は準決勝で、アメリカ代表のヘーゼル・ホッチキス・ワイトマンヘレン・ウィルス組に3から6、6から1、5から7で敗れたが、準決勝敗退の二組による、銅メダル決定戦で、フランス代表のマルグリッド・ブロクディス イボンヌ・ブルジョア組に6から1、6から2で解消した。2年後の1926年に世界初のプロテニス選手が登場したことから、この1924年パリ五輪を最後にオリンピック競技としてのテニスは長い中断期間に入った。1925年、テニスの歴史にさらなる転換点が訪れ、全仏選手権が国際大会化された。 国際大会になった全仏選手権でコリアーは同じイギリス人選手のキティ・マッケインとペアを組み1925年1926年の2年連続で女子ダブルス決勝に進んだが2度ともスザンヌ・ランランジュリー・ブラスト組に連敗した2度目の全仏ダブルス準優勝の後コリアーとマッケインはウィンブルドンでも女子ダブルス決勝に勝ち進んだコリアーにとっては 1923年以来3年ぶり2度目のウィンブルドンダブルス決勝戦だったが、アメリカペアのメアリー・ブラウンエリザベス・ライアン組が2人の道を阻んだ。イブリン・コリアーは4度の4、大大会女子ダブルス決勝で一度もチャンスを生かせなかったのである。シングルスでのコリアーは、ウィンブルドン選手権では1927年の4回戦進出が最高成績であるが、 1925年、全仏選手権でベスト8進出があった。その後、コリアーは、インドの紅茶栽培業者、ハーミッシュムンロと結婚したが、1930年11月4日に28歳で死去した。ありがとうございます。